はい、皆さんこんにちは。すんちゃん、何しに来ましたか？ジュース飲みに来ました。ダメだよ、なんで美容室にジュース飲みに。1万5000ものジュースが一番美味しいですね。今日どうすんの？髪今日はすんちゃんにお任せします。どうなるかわからない。なんか30万ものやつやるんじゃない？カットだけでね。カットだけで、カットだけで。チェジュの美容室でお任せでって言ったらどうなるか、どうなるかやってみましょう、はい、今はもう今こんな感じですね、うん、なんかすごい髪の毛が伸びてブロッコリーだね。そうだね、お任せします。あ、すごいすごいすごい。それではどうなりましたか。3、2、1。ちょっとすんちゃんサラリーマンになっちゃった。そうだ、気に入った。私が一番かっこよく来てくださいって言ったのに、うん、こういう感じでなったのは、うん、あの先生の問題じゃなくて多分私の問題と思います。大丈夫だよ、かっこいいよ。かっこいいっていう感性はやっぱ買おうと思います。いいじゃん、かっこいいよ。ありがとうございました。イエーイ。髪切っちゃいました。またどんどん短くなる、本当に感じです。ブローしないとね、小学校1年生の時にしたショートカットを思い出すんですけど、ブローしたらね、結構いい感じです。まあ、まだ見られないけどね、きっと賛否両論、賛否両論だと思いますが、賛否両論切っちゃいました。はい、こんな感じでチェジュでお任せって言って髪を切ったらっていう動画でした。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。次の動画で会いましょう。バイバイ。じゃあ、このインスタとツイートフォローしてください。今日も見ていただきます。ありがとうございます。私のアパコンもないんだ。しばらくないんだよ、私のパコンも。私パコンです。インスタで探してみます。ありがとうございます。